ベトナムの歴史では、ベトナムの多数民族である、近人を中心とした、ベトナムの歴史について扱う。中世以前の南ベトナムについては、チャンパ王国で詳しく扱う。1009年から1225年。詳細は、李朝を、参照1009年、李工を治むによって、李朝を越国が建てられ、ベトナムにおける長期的な統一政権が成立した。とは、 ハノイに定められた。李朝は、豪族の連合政権的な性格が強く、中国から諸制度の需要を図るが、中央集権的な統治体制を築き上げるまでには、至らなかった。この時代より難進が進められた。1225年から1400年。詳細は陳朝を、参照1225年、陳氏によって、李朝は滅ぼされ、陳朝を越え国が成立した。 13世紀後半には3度にわたるモンゴルの侵攻を受けるが、陳公道らの活躍によって撃退した。1288年の白富士号の戦いで敗北した元軍は敗走した。陳朝の時代には民族文字としてのチュノムが作られたほか、師書、大越式の編纂も行われた。1428年から1527年。詳細は霊長を 参照1407年から1427年にかけてベトナムは民に服属していたが、始まりによって独立が回復された。ベトナム南部にまで勢力を拡大して繁栄したが、後に北部の停止政権と南部の原子政権へと分裂した。1788年、ドンダーの戦いで、小島ミカドが玄文へ率いる西山長軍に敗れて、清氏に亡命。 これにより霊長は滅亡した。1786年から1802年。詳細は西山城を参照1802年から1945年。詳細は県庁を参照1887年から1945年。詳細はフランス領インドシナを参照ベトナムの植民地化を図るフランスは1883年のキビ条約。 1884年の更新条約によってベトナムを保護国化した。ベトナムへの総主権を主張して、これを認めない成長を神仏戦争で撃破し、1885年の転身条約で真の総主権を否定した。1887年にはフランス領インドシナ連邦を成立させ、ベトナムはカンボジアと共に連邦に組み込まれ、 フランスの植民地となった。現状は植民地支配下で存続していた。1900年代になると知識人の主導で民族運動が高まった。ファンボイチャーは日本に留学生を送り出すドンズ運動を展開した。1917年にロシア革命によってソビエト連邦が成立するとコミンテルンが結成され植民地解放を支援した。こうした中で コミンテルンとの連携のもとでの民族運動が強まった。1930年にはインドシナ共産党が結成され、第二次世界大戦中のベトミンでも、ホーチミンのもとで共産党が主導的な役割を果たした。1930年に2月にグエンタイホックラベトナム国民党がイ異炎売賞でイエンバイ放棄を起こし、その後、ゲアンショートハティとショ賞で、 ゲティンソビエトの放棄が起こった。1939年にヨーロッパで第二次世界大戦が勃発し、1940年6月22日にフランスが降伏すると、同年9月には降伏を受け入れたビシーフランス側の承認のもとに日本軍がフランス領インドシナに侵駐した。普通に侵後のベトナムはビシーフランスと日本による二重支配体制が敷かれた。 日本は、応答は共栄権を主張したが、ベトナム帝国として形式的な独立を果たした日は、東京大空襲の翌日にあたる1945年3月11日であった。このベトナム帝国の成立は、現地が王政復興を果たした日でもあった。1944年秋から1945年春にかけて、ベトナム北部を中心に激しい飢饉が発生した。 北部の協作、収穫前の強制買い付け制度、戦略爆撃によって鉄道網が寸断されたこと、そして日本軍とフランス政調が有効な対策を取ろうとしなかったことなどが原因で40万から200万人に及ぶ人々が餓死した。飢饉の原因と死者数については様々な意見がある。 フランスの植民地支配からの解放軍を自称していた日本に対する期待は完全に失われ、ベトミンの勢力が伸長するきっかけとなった。8月14日に日本が降伏を予告すると、1945年8月14日から15日にインドシナ共産党の全国大会がタンチャオで開かれた。そこで全国的な双方期が決定され、 全国放棄委員会が設立された。委員会は、軍令第1号として、全人民に決起を呼びかけた。次の16日に、各会、各団体、各民族の代表が出席する、国民大会が同地で開かれた。大会は、全会一致で総決起に賛成し、ベトナム民族解放委員会を設立し、放置民を主席に選出した。同主席は全国民に、 所管で総決起を呼びかけた。その3日後に、ベトナム8月革命が勃発し、ベトナム帝国皇帝バオダイは8月30日に、退位を宣言した。そして、9月2日には、ホーチミンは、臨時政府を代表して、ベトナム独立宣言をおごそかに読み上げ、国民と世界に向けて、ベトナム民主共和国の誕生を宣言した。1945年9月2日、 日本の降伏によって第二次世界大戦は終わり、直ちにホーチミンを主犯とする政府を樹立して独立を宣言したが、ベトナムは冷戦による分断世界の巷に巻き込まれた。大日本帝国に勝利した連合国側はまず中英が進中し、続いてフランスが新中祝図政権を樹立、再度ベトナムを植民地化し、これに対する第一次インドシナ戦争が始まった。 フランスは次第に追い詰められ、最終的に DNBN 風の戦いに敗れて終結し1954年7月21日、ジュネーブ協定の調印で決着した。この協定の調印によって北緯17度線を境に両軍の兵力分離を図り全国統一選挙を実施することになったが、フランスの後を継いだアメリカがジュネーブ協定には参加せず協定の 統一選挙実施をサボタージして、傀儡政権維持を図ったことでベトナムは完全に南北に分断された。そして、1965年2月7日、アメリカ軍による北爆によって、ベトナム戦争が始まった。ベトナム戦争の終わりは、1975年4月30日のサイゴン陥落によって、新米政権が倒された時であった。なお、日本との和解は、 ベトナム共和国が1959年、ベトナム民主共和国が1973年であった。ベトナムの現代は、1976年7月2日に、ベトナム社会主義共和国が成立して、統一ベトナムが実現したことに始まる。1993年2月には、フランスとの和解を果たした。そして、百九十五年七月十八日には、 東南アジア諸国連合に加入し、その直後の8月5日にはアメリカ合衆国との和解を果たした。李長からフランス領インドシナまでの領域の変遷李長からフランス領インドシナまでの領域の変遷。ありがとうございます。